これより後半です。レッドのキックにより試合開始です。ホワイトの攻撃、自陣34ヤード地点でファーストダウン10、パス失敗です。先ほどのプレーは自陣32ヤード地点よりファーストダウン10でした。セカンドダウン10、元の地点よりセカンドダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り10ヤード。ボールをファンブルしました。サードダウン、ボールをファンブル、6ヤード下がっています。サードダウンの攻撃、イエローが出ています。ファールマーカーが出ました。サードダウン、先ほどのイエローはホワイトのディレブトゲームでした。そのため5ヤード抜体。サードダウン21、進んでフォースダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り14ヤード。フォースダウン14、カウントです。イエローが出ています。先ほどのイエローはホワイトのパーソナルファールでした。そのためイエローの地点より15ヤード進んだところからレッドの攻撃、右陣36ヤード地点にファーストダウン10、ファーストダウン10、セカンドダウン5、レッドのミネルバ FC、 セカンドダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。成功です。サードダウン1、レッドフレッシュ獲得により敵陣24ヤードよりファーストダウン10、ファーストダウン10。セカンドダウン7ヤード進んでセカンドダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り3ヤード。フレッシュ獲得によりファーストダウン2ゴール残り10ヤードです。タッチダウンです。トライフォーポイントです。キック成功です。これによりレッド7点獲得、23対0で、失礼しました、24対0でレッドがリードしています。レッドのキックにより試合再開です。ホワイトの攻撃、自陣33ヤード地点よりファーストダウン10。セカンドダウンの攻撃、セカンドダウン7、
残り7ヤード。パス成功です。ホワイトフレッシュ獲得により自陣44ヤード地点よりファーストダウン10。レスラーズ自陣43ヤード地点までボールを進めました。ファーストダウン10。セカンドダウン8。フレッシュ獲得により敵陣46ヤード地点よりファーストダウン10。46ヤード地点ファーストダウン10。セカンドダウン、ファーストダウン獲得までは残り3ヤード。サードダウン4。サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り4ヤード。イエローが出ています。フィールド上ファール。先ほどのイエローはホワイトのディレイオブザゲームでした。そのため5ヤード抜退。サードダウン、サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り9ヤード。フォースダウン5、ハントです。残り5ヤード、フォースダウンの攻撃を迎えています。投手交代によりレッドの攻撃、自陣14ヤード地点よりファーストダウン10。ここで後半1回、ホワイト後半1回目のタイムアウトです。ホワイトのタイムアウト明けです。先ほどのプレーでレッドフレッシュ獲得、自陣21ヤード26ヤード地よりファーストダウン10。フジテロックスミネルヴァ AFC ファーストダウン10。セカンドダウン6。ここでレッド前後半1回目のタイムアウトです。タイムアウト明けです。レッドの攻撃、セカンダウン6。セカンダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り6ヤード。サードダウン4。2ヤード進んでサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード。ここで第3クォーター終了です。